というか何ですかこの雪、山口先生。ミシガンだから。ミシガンだから。見てよこの車、何も見えないじゃん。で、でもまあシカゴもこん。今マイナス何度か、マイナス4度ぐらいくらい、3、4度じゃない？私があまりなんかこう指導してもらったっていう経験がないから、私の時代に本当なんか好き放題やってたって感じだよね。幸運にもさ、上手い人に囲まれて、先輩方になんか教えてもらって、あとはもう見て自然とさ、なんかまあ上手い人たちとさ一緒にやってたらさ、やっぱり上手くなるっていうか。やっぱりその選手を最大限生かしてくれるその能力を、やっぱ正直に自分の欠点とか言ってくれたり、ここダメだったらダメって素直に言ってほしいし、難しいなちょっと。まあ、でもやっぱり引き出してくれる、その選手の良さを、指導者が一番いいし、そこに信頼関係があるっていうのがやっぱり一番理想だと思う。まあ、指導者っていうふうに見ないで、人としてのやっぱりすごいリスペクトがあるから、ミーティングとか1対1とかにする機会もやっぱり日本に比べて明らかに多いし、そうだね、監督との信頼性だったり、何を監督が求めているのか、自分には何が足りないかとか言ってくれるし、言ってくれてたし、私の時代はまだやっぱり今は分からないけど、日本の指導って監督とか、でも私の時代はやっぱり大会系が、大会系のさ、やっぱり指導者が多かったから、けなしてバーっていって這い上がってこいみたいな指導だったじゃん、根性じゃないけどだからもうかなりネガティブなことを言われたし、でも悔しいっていうモチベーションでこうやってこいみたいな。楽しさもちろんあった、やっぱりその特にメニーナでやってた時は悔しいっていう感情ももちろんあったし、でも本当に上手い人たちと一緒にできて、自分できないことだらけだったけど、自分の成長がすごい感じてたし、サッカー本当に上手い選手とやるだけでもすごい楽しかったし、キャラクターもすごい強かったから、別に言われても落ち込んでるっていうこともなかったし、それはそれで良かったなって思うけどね。自分はまあアメリカの今まあ指導者コースとか行ったりしていることは、常にやっぱり練習とかでも、まあ、日本でもそうだと思うんだけど、なぜやるのかっていうのをやっぱり明確にしてて、試合のためにやるんだけど、まあ本当に毎週毎週テーマがあって、一回の練習でも必ずテーマがあって、ここを上達するみたいな、全部そのために作られたウォームアップ、トレーニング1、トレーニング2で、ゲームで最後、そのどれだけ今日のトピックができるかみたいな、で特にユース年代だったら、そのなぜやってるのかっていうのを選手に気づかせる、いろいろ指導者によって
やり方スタイルが違うと思うけど、だいたい説明してこう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 って言ってバッてやって、でその中からいろいろ課題点とか出てくるから、なるべくユース年代だったら自分で気づかせるような指導をしたいから、そうなぜできないのかとか、選手ここができてないからこう改善する必要があるとか、選手に気づかせる、コーチがただ単にここダメ、ここ改善しなきゃいけない、こうやれこうこうこうとかってなったら判断要素がやっぱり奪われちゃうじゃん。ゲームだったらさ、選手が状況判断してプレスしなきゃいけないじゃん。そのための質問だったり、選手に判断を発見させてあげるような指導をやっぱりしたいなっていう、それをいかに練習でセッティング、そういうセッティングをするかっていうのも考えなきゃいけないし、そうそう、どれが優先順位かっていうのも気づかせてあげなきゃいけないし、オプションをまず持たせるような、状況にまず持っていかないといけないだろうし、だから指導って本当怖い、奥深いし、忍耐力いるし、いろんな本当に例えばボールのセッティングだったり、スペースだったり、人数だったり、ゴールをどこに置くかとか、タッチ数とか、まあ制限ももちろんそうだったけど、タッチ制限を結構しちゃうとやっぱりドリブルとかこうクリエイティビティをなくしちゃうから、そういうのも失いたくないし、だからバランスだよね。多分タッチ制限しちゃうとさ、ドリブルやっぱりできなくなっちゃうから、状況によってドリブルの必要な時もあるしさ、でもやっぱり選手の意識、スピード、判断のスピードだったりプレーのスピードを上げるために、タッチ制限をさ通達以下とかするのも大事だし、ほんといろいろ考えることがあるのかなと思って、判断以前の問題とかあったり、状況判断以前の問題とか、ね、レベルによっても本当にコーチング指導って変わるし、メニュー全く変わっちゃうし、指導するチーム、その選手をやっぱりまず観察しないと、練習とかも考えないでやってたってるし。私のなんか経験していったことは伝えるから、でやっぱり日本でももちろんだし、アメリカ、スウェーデンとかこうやっぱりトップでやってきたし、アメリカでもトップの大学でやってきたし、そこで成績でもやっぱり収めたっていうのもあるし、いい指導者にもう出会えて、いい指導もしてもらったっていう経験があるから、それを本当に若い世代とか、まあ、教えてる子たちに伝えたいなっていう気持ちでやってるだけかな。アメリカの指導ってやっぱポジティブじゃない、褒めて伸ばす指導者が多いのは、アメリカの指導者って本当にアメリカ人以外にもヨーロッパ人の指導者が本当にたくさんいるから、いろんな人種の人たちがやって、いろんなスタイルがあっていろんな指導の仕方があるから、でもなんか今はなんかこう型にはまってないっていうか、まあ、一応オランダのさメソッドを取り入れてサッカー協会のコーチングコースとかやってるけど、まあ、アメリカの女子サッカーってやっぱり歴史もあるしさ、明らかにアメリカ女の子はサッカーっていう文化になってるし、男の子はアメフトみたいな、今どんどん
サッカーが盛んになってきてるけど、四大スポーツっていうさ、バスケ、そう、バスケ、あと野球と、ホッケー、野球っていうのが四大スポーツだから、女子はもう、最初からもう、世界トップのチームだったし、で、アイドル、宮原とかさ、いろんなアイドルがいて、女性アスリートに対してもすごい女子サッカー選手に対してもリスペクトされてるし、やっぱ他の国、日本とか他の国に比べたらさ、女性アスリート、サッカー選手かなりリスペクトされて確立してる感じじゃない？っていうサッカーに対しても憧れだったり、子供たちが夢見る競技だと思うし、そういうところも違うんじゃない、こう育成年代とかに関しても。今回の旅はどうですか？どうですか？マジに来てるんじゃない私が旅をしに来てるっていう感じですね。どうですか、ナース選手？まあまあね、1日、今日で3日目ですけれども。3日目早くない？はい、そうです、もう3日目です過ごしておりますけれども、飽きないですね。そろそろ飽きてくるから、正直嫌。山口真美先輩とこうしてアメリカの地、ミシガンで、過ごせるということを大変光栄に感じております。コンディションはどうですか？なんで逆にインタビューしてんの？私のことは聞かない。シーズンはあと1ヶ月ですけれども、まあ、ぼちぼちね、まだオフシーズンなんで、遊びながら楽しみながらのびのびと過ごしております。ただ寒い、雪、これだけ。もう至れり尽くせりでね、マミがいろいろしてくれているんで本当に助かってます、ね、運転手もしてくれるし、ご飯もおごってくれるし、コーヒーもおごってくれるし、昨日は鍋も作ってくれるし、もうね、本当にね、嫌いで申し訳ない本当にいいホストです。タイミング悪いから本当来る。タイミング、明日引っ越すからタイミング悪かったそうです。でもこのタイミングしかやっぱ来れなかった。そんなね、心の広いマーミー大先輩、そんな忙しい時期でもだからいいホストできてないと思って、うん、私のことを受け入れてくれてね、いいホストですよ、マジで。本当ベッド私に貸してくれるしこれからまた練習に向かいます。今日もハードに息切れしながら、まあ、昨日のような感じでちょっとやりたいと思います。マミって意外とすごいんで、すごさっていうのをもうちょっとちゃんと発信できるように私も頑張ります。いいよ、すごくないって。なんかこうやってすごくないっていうのをなんか自分を過小評価するんで、もっと自分の実績を前面に押し出していけっていう、思いも込めて今この動画を撮影しております。はい、なのでマミの良さをね、みんなに知ってもらうのと、マミがこう、ね、残してきた実績だったり、今考えてることだったり悩みだったりね、みんなとシェアしてね、一緒になって成長していきましょう。
だった3日間私とトレーニングして。いやもうついていけないっすね。いやでもついていけてたよ全然。いやもうねマジねスピードマジが何よりもマジで。どういうこと？パススピード、動きのスピード、うん、とりあえずついていけない。スピード元がまずついていけないのと、あとやっぱキレ。キレね、うん、あとしなやかさ。これをちょっとまあ指導、うん、指導に入れていきたいな。ぜひ入れてってほしいな、ね、アメリカ人にね提供できたら。そうだよね、なんかもっとアメリカのサッカーも変わりそうだしね。もう日本人のその東洋的な考え方、うん、武道だったりさ、マーシャルアーツの考え方、力をうまく利用してパワーをね、こう発揮できるようになったら、アメリカ人もっとねしなやかな動きに。アメリカ人しなやかになったらもう勝てなくない？勝てないよね絶対。アメリカ人にしなやかさ加わっちゃったらね、それでね女子サッカーのレベルが上がって、ね、また楽しくなるんだろうね、うん、見てる方もやってる方もだけどね、魅力的なサッカーになって、うん、まあ、今後マミはじゃあ指導者としてどんな道を歩んでいきたいとかってありますか？超真剣な話じゃんこれ。ちょっと真剣な質問。マジかよ。なんかでも今本当になんか率直に考えてること、率直に考えてること、うん、なんか思ってること、なんか自分のビジョン、ビジョン、うん、指導者としてのそのビジョン、正直明確なビジョンっていう目標っていうのはまだ持ってないんですけど、うん、なくていいと思う。なんかそういう時期って絶対あるし、持てない時期って、まあ、今はすごい育成年代にすごい興味があって、うん、で大学とかその年齢が上がるにつれて、うん、完成した選手をコーチするってなると、うん、より戦術的な、うん、指導になるけど、っ、うん、やっぱユース年代ってすごい面白いなって思うのは、特に11歳とか12歳から15歳ぐらいまでは、うん、やっぱり技術的な面もすごい伸びる時期だし、うんうん、でプラス戦術的な理解も同時に進行して、指導していけるから、すごいコーチとしても一番コーチング力が問われる年代だし、コーチング本当していかないと選手も育たないし、うん、一番チャレンジかなって、やりがいがある年代かなって思って、だから自分はアメリカにいるとやっぱり日本人、なでしこジャパンっていうイメージがアメリカ人の中に強いから、うん、日本人はすごい技術もテクニック持ったっていうので、うん、リスペクトすごいしてくれるから、うん、で自分の、経歴とかも含めて、うん、選手からのリスペクトは得れるから、うん、その分その技術な面を選手に落とし込めたり、うん、プラス自分の弱みであるそういった戦術的な理解だったり、うん、知識を、まあ、自分自身もっと勉強して、それを育成年代にちょっとずつ落とし込んで、うん、まあ、本当今は目の前にいる選手を本当に少しでもうまく、まあ、お手伝いできるような、そうだな、指導者になりたいっていう。本当にそれだけかな。いやでもさ、すごいよね、英語でさ、アメリカ人にさ、そうやって指導してさ、コーチングするってすっごい難しいことだと思うんだよね、日本人からしたらね。自分の母国語じゃない言葉でコーチングをするっていうのは、本当にサッカーを理解して、言葉を理解してないと伝わらないし、とその言葉にちゃんと感情を乗せないと伝わらないじゃん、選手にも。なんかそれを外国語でできるっていうのがなんかすごいなって多分みんな思ってると思うのね。
なんか私の個人的な希望としては、なんかこうアメリカでこうトッププロリーグとか、そのアメリカ代表のユース年代だったりでもいいし、なんかそういうところに関わっていくようなこうスタッフコーチになってってほしいなっていう、なんか個人的な願いはありますけど、どうでしょう。いやいやいや、そんなこと今はもう本当に考えられないし、本当にいやいや、でもさ、実績はあるわけだしさ、で、まあコーチとしての実績はまだかもしれないけど、選手としてのやっぱ実績はあって、アメリカからもやの人からもやっぱ評価をされてるわけだから、リスペクトされてるし、そのやっぱ上積みは絶対他の指導者とは絶対違う部分だと思うから、それがないと、人とはね、だからそれを全面に押し出して全面にあ、全面に伸びしろしかないからね。そう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 、伸びしろしかないって、まあポジティブに捉えて、まあ、実績はあるから他の指導者に、でも、うん、コーチとしての実績をこう積み上げて、積み上げて、ね、うん、マミがなんか教えた選手とかがね、こう代表で活躍してかしてくれたら嬉しいしね。そうですよね、ね、本当。やっぱ育成年代に関わるってことは。なんかまあ、サッカーだけじゃなくても、なんか違う、その後違う世界に行った時に、なんかその世界でも、うんうん、なんかすごい活躍できるような人を、うん、育てる役目でもあると思うし、うんうんうん、コーチって、うんうん、サッカー選手として成功させるだけじゃなくて、人としての人生をこう成功させるような役割も担ってると思うから、うんうん、いや特にアメリカはそれがすごい、ね、うん、要求されるし、うん、本当にサッカーコーチだけじゃなくて、うん、マネージャーっていうか、うんうんうん、こっちでマネージャーっていうもんね、うん、監督のことね。そうだから、うん、親とのコミュニケーションだったり、うん、本当に人間形成じゃないけど、うん、なんかまず人として選手を知ることがまず第一だし、うん、一人一人やっぱりその性格だったり引き出し方だったり、うん、こう違うからアプローチの仕方も選手一人一人変えていかないと、コーチングって、うん、奥深いっす指導すぐ奥深いに締めるだよ、ね、言語化っていうの。あ、そうだ、もう一個質問が来てたんだけど、ちょっとまだあの、ね、これはちょっとね、簡単な質問、どう、あのいつになったら日本語が上手くなりますかっていうね、質問がね、朝のから日本語は上手くならないですよね。アメリカにいるのでやっぱり普段英語を喋るので日本語は上手くなりません。すいません。いやでもね、あのほら10年前に比べたら日本語上手くなってると思うそう、うん、それはなんか確実に。どんだけひどかったんだよ10年前日本語喋ったイメージないもん、なみかだってなんか宇宙語、宇宙語喋ってた。どんだけひどかったんだよ。なんか今ちゃんと日本語喋れてると思う。あ、本当に、うん、まだマシってこと。全然その時よりはあの日本人っぽい日本語が出てきてる。おー、うんうんうん、ありがとう、うん、伸びしろしかないんで、うん、今も伸びしろしかないし、これからもっともっとマミはこうね成長して、いろんな人の役に立っていく、貴重な人材にこれからもなっていくと思うので、皆さんマミのことをよろしくお願いします。遊びに来てください。皆さんミシガンに来た時はマミにぜひぜひ会いに行ってくださいね。